少し休んでおこうかしら。みんな、休憩はもう十分よね。そうだな、あまり悠長にしていられない。渡月から追っ手がかかっている可能性もあるし、注意した方がいいと思う。できるだけ私の方でもサポートするからね。相変わらずハルカは優秀だな。ユイト隊の方の渡るもできるやつだと思ってたけど、ハルカもめっちゃ優秀。さすが双子、いつもありがとな。愛してるぜ。お兄ちゃんの名前を出さなければ完璧な褒め言葉だったわね。でもありがとう。よく恥ずかしげもなくそんなことが言えるな。お前むしろ人を褒められないことが恥ずかしくないわけ？貴様にそんなことを言われたくはない。強化、嵐、行きましょう。カゲロウとシデンはここでじゃれ合いたいそうよ。だってよ、じゃれ合うか、シデン。殴り合いでも超能力でも未来の若者には負けないぜ。うるさい、僕をお前のグループに入れるな。しかし、セイラン政府に話をつけるとして、どこから攻める？確かにセイランの町へ行く前にそこを考えておかないといけないわね。セイラン政府にコネなんてねえからな。マスコミに顔の広い嵐でもダメか？好奇心をいなし、イメージ戦略に利用するのは得意だが、こちらが都合よく使うとなると難しいね。ましてやそれが政治利用、その上聞く人間からすれば突拍子もないザレ事だからね。本当なら噂レベルで市民に情報を流し、興味を高めた上で伝えるような内容だし。さすが元スパイ、参考になるわ。褒めてくれてるんだろうけど、ちょっと複雑な心境ね。ん？おい、話に集中しろ。前に来た役人はどうだ？ユイトを暗殺しろって話を持ってきたやつがいただろう。ナオミの件で揉めちゃったし、素直に私たちの話を聞いてくれるとは思えないわ。カレンならセイラン政府に話をつけられそうよね。なるほど、カレン連隊長か。確かにあの人なら。そういえばナオミの研究所で会った時、慌ててどこかへ向かっていたわよね。今どこにいるのかしら？待って、みんな、特異生命研究施設に変化があった。ナオミのことで監視してたのが幸いしたわ。これは怪異兵器の運搬を始めてる。運搬？どういうこと？転送能力者によるピストン輸送をするみたい。目的地は水波川、その中にナオミも含まれてる。お姉ちゃんも連れ出して一体何をするつもり？怪異兵器をわざわざ運び出す時点でろくな目的じゃない気はするが。計画書なんかは残されてないか？動くにしても理由はあるはずだ。待って、あったけどほぼ黒塗り。あ、でも責任者の名前が。本当に？一人で驚いていないで、早く教えて。怪異兵器を持ち出そうとしているのは吹雪連隊長なんです。吹雪が？なんで、あいつが？スプリング製薬が運営している研究所なんだし、吹雪が何か関わっていてもおかしくはないけれど。それにカレン連隊長が関わってるのかも気になる。関わってるとしたら。理由なんて今はどうでもいい。現地で聞き出せば済む話よ。そうだな。どっちにしろナオミちゃんを助けに行かねえとな。ああ、吹雪が指揮を取っているなら話もしやすいはずだ。転送能力者だって一度に怪異兵器を運びきれるほど人数を揃えられているとは思えないしね。ピストン輸送とはいえ、転送と転送の合間に休憩が挟まるはず。き
きっと今からでも間に合うわ。手が出せなくなる前に急ぎましょう。吹雪連隊長は水波川で何をするつもりなんだろうね。怪異兵器を周防に移送するつもりかもしれない。そうなったらもうナオミたちの安全は保証されないぞ。早くお姉ちゃんを取り戻さないと。急ぎましょう。